この国の強き息吹が二つ、いや、三つ吹き込んだか。さあ、たぎれ、魔王よ、覇王よ、今は名もなき、絆の王よ。これほどの強者が一堂に会するのは、まるで白昼夢だ。そう思えば、ホテルが必要。違うか、魔の友よ。クジャクは、世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておる。出遅れたようだな。京極浅井軍としては、帝を支えに行かねばならない。しかし、私は褒めを垂れよ。速やかなる降伏もまた幼少の証しと。この戦の勝者に天下に王手をかける、それは誰にも譲れない。大詰めの家が、やはりわしの宿命は先人だ。やっぱ気のせいじゃなかった。木陰の奥にちらっと見えたあの青いもの。ここまで来たらもう引き返せはしない。それです、徳川家康、刀匠の名のもとに参陣つかまつる。来たな、絆の奥、ぜひたどり着いてみせてくれ。信長様の玉座を奪うなんて、最の帝は化け物だ。よかろう、言って志願してやろうではないか。それしきに危ぶむならば、物の器もそげまでず。秀吉様と俺とじゃくぐってきたものが違うんだろうな。まったくあんたは正義正義と見えを切らなければ、無駄な隙もできないでしょう。不甲斐なし、真にはついぞ恵まれぬ。大丈夫ですかい。さあ、俺の肩に捕まって。全くの非力ではないということか。敗北は許さぬ、覚悟せよ。お任せくだされ。じれたが末に勲を求むなど知らなくないぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。信長公、秀吉殿、そしてまだ見ぬ才の帝、あなたは紛れもなくこの日の元の英雄だった。あの裏切り者が、よりもよって帝と魔王を追い詰めた今、この時に。儚き、うろたえるな。我が軍はこの場にて家康を迎え撃つ。うつけ二人の組合など好きにさせておけばよい。顔つきが変わったな。いい気合だ。クグスの帰りはことかかるよ。弱兵はいらぬ、我が軍より去れ。たとえどんなに武力だろうと、俺だって豊臣の力だ。俺ならあの板挟みで押しつぶされる自信があるね。配下に先立たれることなんて見なし。なんせ京極浅井ありと示してみせようではないか。帽子で示すことこそわしの道だと思っていた。それだけでも足りないのかもしれない。今日の私は寛大だ。6つ数えるまで待ってやろう。いかに転べど、たかが全然よ。やったな、それでこそだ。
四郎を生きたな。まずはそれがしが行く。この者さん、やつの泣きどころを見極めよ。我が国を富み、軍を強制でよ。いざ進め。異彩承知。流行るな、私。冷静さを失うは悪だぞ。まともな勝負になればいいのに。私は本当に言葉を尽くしてきた。いざという時に口をつぐみはしなかった。力の差が歴然としておりましたぞ。惑わずを防ぐ、心の欲するままに行け。世のあった場所はその先だ。平均など小さき者ぞ、はびこる者も通に同じよ。まばたきのマスラを教える。わしは果たして彼らの一緒に並び立てるのか。今さら問うべきことでもなかったな。拳を天に掲げる、我が豊臣に勝利あれ。まず初めに巡り合えたのがあなたでよかった。秀吉殿、あの日示し得なかったわしの答えをここに。待て、なのここで油を売っていてよいのか。あるいは彼が覇王の餌食となってしまうやもしれないぞ。ならば糸滝が正式だったまでのことよ。提示てみせよ家康。力を射といた。それでもなお逃れぬものよ。
一時がたかが猿の一匹に息をあげるか。絆は不滅。わしはあなたほどに強くはなれなかったのだな。だがそれでもわしは導く。たとえあなたを下してでも。いよう、いよう、制する夢に溺るか。私はここにいるぞ。